武井森正武井森正大正15年12月4日は日本の武士、政治家、実業家、陽明虎蔵、鳥取県斎を受け後第二代知事、男爵、作曲家武井主政の父、父は姫路藩士武井良八、藩校高高古堂に学び安政四年選行政に抜擢され京都の宮原戦争に受学を、 大阪の萩原博道に国学を学ぶ。規範後高校同士読みを命ぜられたが、勤労派に加盟、国事に奔走し、捕らえられた。一新後出国し、新政府に出資。白石県県知事、平県ご令などを歴任、内務省、農商務省各局長などを経て、明治21年10月鳥取県知事となり、明治24年4月まで在任。 明治25年1月21日石川県知事に任命されたが2月2日遺願面間となる。明治24年12月22日貴族院直選議員に任せられ大正12年7月数密顧問館に転じた。明治26年から実業会に転じ帝国会場保険日本商業銀行。 明治商業銀行などを創立し役員となった。明治40年男爵を授けられた。1909年11月21日、金景官志向に任じられた。竹井良八、竹井森正、竹井主政。明治11年竹橋事件を探知したのは有名。鳥取県民に好感を持たれ、理人に再始県民の留任運動が起きている。ありがとうございます。